皆さん、たくさんの投稿ありがとうございました。今日の一番きょーいち、明日へつながるきょーいち、みんなの一番きょーいち、あなたの一番は。ゆで卵のゆで加減がいい感じ。今日一人それぞれ価値観は違うけど、うどん綺麗に食べたよ。今日一。クッキー焼いたら美味しくできた。今日一。メロンの甘さがちょうどよかった。今日一。人それぞれ価値観は違うけど。あと歯の間が指一本分、今日一。元気になれるお花買えた。姿の後のビールが美味しい。頼んでもらった漫画が面白いです。今日一。ぐっすり寝ていて癒される。きれいなタンポポ地帯に遭遇。今日一。仕掛けのケースを買い直しました。今日一。